もビンゴ5の動画でございます。で、はい、今回ですね、ビンゴ5なんですが、ちょっとね、そう、ふと思ったんですよ。今年僕、夏の企画やってないですよね。でかいやつやってないですよね。そう、だから、まあ、ちょっとツイッターとか YouTube コミュニティには投稿したんですけども、まあ、一応大まかね、なんとなくイメージ、皆さんいただいていると思うんですが、細かなですね、僕はどちらかというと確信がなかったらいかないんですよ。そうだから、それの説明の方をですねしていきたいなと思います。企画戦金。はい、じゃあ、いきましょう。解説でございます。ビンゴ5ですね、今回は。はい、では、まずビンゴ5のちょっと軽いおさらいだからしていきたいと思います。はい、ではまずビンゴ5の性質はこちらですね。で、一枠5個の数字を選んで、縦横斜めの枠で数字を選んでいき、当選番号を一致させてしまえば高額当選という宝くじなんですね。で、つまり全部で8ラインございます。そう、8ラインあるんですよ。で、この8ラインが揃えば一等当選なんですが、一等当選確率の話をしておくと、一等当選確率はめちゃくちゃやばいよ、これ39万飛び625分の1なんですね。で、これを、結構、じゃあ例えばロト6とどうなのって考えたらめちゃくちゃ低く感じるんですが、実際ですね、例えばこちら、はい、洪水が起きる確率が3万分の1で、竜巻が起こる確率が6万分の1で、地震による死亡の確率ですよが、25万分の1、そしてビンゴ5が、一等当選する確率は39万飛び625分の1となっております。こう見るとめちゃくちゃ難しいの分かります。日本で竜巻あんま出ないですよね。で、洪水もなかなかないですよね。で、地震は結構ありますが、地震で死ぬ確率低いですよね。実際皆さん見ていただいてるから死ぬことないですよね、っていうことなんですよ。そうで、一応ビンゴ5に関しまして、今からお話するのは僕の体験談なんですが、やはり必勝法としてましては、私が実践動画でも使っているですね、こちら絶対当選法っていうのがあるんですよ。で、ただこの絶対当選法って何なのってなると、またこちらの動画を見ていただければ分かると思うんですが、必ずですね1ラインは当選すると、6か狙えば1ライン当選するというような買い方になっております。ピンとこない方は動画でぜひ見てください。で、ビンゴ5において1ライン確定させようと思うと、こういう買い方しないとダメですね。で、12345に対して36373740を全部買っちゃうということになるので、いわゆるですね、軸に対して、5口ずつ買わないといけないということになるんですね。つまり必ず1ラインを揃えるのに25口買わないとダメなんですよ。そう、ダメなんです。で、一口が200円なので、コストとしては、単純に、25×200 をすると分かると思うんですが、5000円ですね、かかるんですね。で、それでようやく1ライン確定ですよ。7等ですよ。200円ですよ、当選金が。少なくないですか？夢ないですよね。そう。で、最低保証回収率 10%、 5000に対して 10% って考えるとしんどいなって思うんですよ。めちゃくちゃ、正確に言うと 10% ではないんですが、まあ夢ないよねってめっちゃ思いますよね。そうで、もちろん過去にですね、この買い方で3ラインの当選まではしているんですが、それでもまだまだ本当に厳しいというのが現状でございます。で、この当選法を考えた時に、こうしたらどうなんだろうみたいな副産物が実際生まれていまして、それはですね、この買い方ですね、こちらですね。はい。で、これは、分かりやすく可視化した、表に線を入れているだけなんですが、例えば25口買ったとしても、1個のラインだけなんですよね。そう、つまり、25口購入するとですね、同じことを他のラインでもできちゃうわけなんですよ。縦横斜めっつって全部できちゃうわけなんですが、で、なんでじゃあやらなかったんだお前って言われると、それはですね、なぜなら確率的に言うとなんですが、正直変わらないんですよ。39万分の1変わらないんですよ。で、実際ですね、これも実は
あのまだ実際稼働させてないだけで、買い方としてはセパレート4というね、名前でですね、完成はしているんですよ。そう、ただ完成はしているんですが、要は僕が狙いたいのは1ライン確定させたいだけじゃなくて、全ラインを、同時に出したいんですよ。と、それができない、コントロールできないんですよ。コントロールできないんだったら、例えば、1ラインだけ確定させちゃって、あと全部適当に買った方が、もしかしたら、おこぼれ当選ですね。1ラインがよそで揃うかもしれない、もしかしたら同時期に違うラインが揃うかもしれないという風な、想定を考えると、このセパレート方は、やはり1等を目指すにおいては弱いなと思いました。そう、だから実際やってません。で、つまり25口では事実上ですよ、一等当選を狙うっていう意味ではすごく弱いんですよ。めちゃくちゃ弱いんですよ。そうで、絶対当選法ですね、この買い方を考えたベースは、やはりですね、ビンゴ5の独特の当選確率にあります。で、例えば一列揃えたいんだったら、ここに5があって、ここに5がある、で、それを掛け算していったら5、5、25ですよね。だから25口買っちゃえば必ず1ライン当選するっていうことにはなるんですよ。で、同じく全部のラインで全てフリーを挟めば全部できるということですね。縦は無理、あの横の両端の縦は無理ですけど。そうで、ビンゴ5においてですね、ちょっと話変わりますよ。で、ビンゴ5において、大切だなと思うのは、やはりこの X ラインですね。フリーを挟むラインで X が交わった時に、要は、めちゃくちゃ分かりやすく言っちゃうとなんですけど、オセロ、皆さんやりますよね、やったことありますよね。で、四つ角を抑えちゃったらもう最強よっていうのを聞いたことあると思うんですけど、それまさにこれ同じ理論なんですよね。四つ角を抑えるとでかいっていうのがビンゴ5です。で、X ラインを揃えると、感覚的に言うとなんですが、まあ1、2は確定する。で、例えばたまたまこの真ん中の数字とか、どっか1個当たりゃ3ラインは行く。で、まあもしかしてもう1個いったら4ラインは行くみたいな感じになるじゃないですか。そう。で、それに近づけていきたいっていうのが、やはり高額当選を狙う秘訣になってくると思うんですね。で、じゃあとなると X ラインの確定、これを揃えるには 5×5×5×5 イコール625口買えば必ず X ライン現れるんですよね。じゃあそれどうやって買うのっていうのは、それこちらです。これ見ていただけたら分かると思うんですが、通知ちょっともしかしたらめちゃくちゃ小さくて見にくいよっていうクレームもあるかもしれませんが、それはちょっと申し訳ないんですけど、ご容赦くださいということで、これ一応125口分出しております。そう、要はこれの5倍買えば必ず X 揃うんですよ。そう、必ず揃う。ただちょっと、これを全部5倍5個同じの方が当たるのって絶対当たんないです。そう、ただこれをちょっと手を加えないといけないんですが、例えば分かりやすく言うと11、12、13、14、15って5個ずつ買ってるじゃないですか。で、横一列26、27、28、29、30って全部 5口ずつ買っているんですけど、これをちょっと要はずらしていかないといけない。例えばじゃあこれをまず5分の1と考えるならば、これを5分の2個目買うときに、1、36、37、38、39、40、この辺はもうこれは変えちゃダメ。絶対変えちゃダメ。これ柱だから、軸だから。そう。で、次ですね。11の、5分の2の先頭は、11の27、28、29、26という順番で買わないといけないと。それ全部一緒ですね。で、次5分の3買うんだったら、11の28、29、30、26、27という形でどんどんずらしていくと。で、最終5分の5を買うときには11の30から始まるような形で買えば必ず X ライン揃います。絶対にこれは揃うんですよ。そう、絶対揃います。そう、だからそれ考えると意外と簡単じゃないですか。そうで、X ラインはこの買い方で確定するんですが、ただ625口 ×200 円となると12万5000円かかるということになるんですよね。で、これで12万5000円使えば X ライン、つまり四つ角は必ず揃う。そう、 X が揃えば高額当選の可能性もぐんと上がるわけなんですよね。
で、ただもちろんですよ、運も必要になってくる。じゃあ運は何なのってなったら、同じ買い方625口で今言いましたね、この X は揃うよと。じゃあ同じ買い方ですね、をすればクロスも揃うじゃないかということになるんですよね。そうで、この買い方をさらに5倍すればもっと揃うことはできる。なんだったら1等狙うことはできるんですが、ただ正直回収っていうことを考えると、多分僕が思うに最大購入これでいいと思うんですよ。12万5千円でいいと思うんですよ。そう、これ以上やるとしんどい。今僕の YouTuber としてのレベルを考えるとしんどいんですよね。そう、まあもっとね、あの有名な YouTuber さんたちだったら全然、いやそんなのいけるよ、俺100万ぐらい使えるよという方もいらっしゃると思うんですが、現状できないので、それはやりませんと。できないことはやらないで、できることはやるんで、12万5千円だったら全然できるんです。そうそうなんです、僕のランクだったらできるんですよ。そうで、これをですねやりたいなと今回は思ってます。むちゃくちゃもうワクワクしちゃってます。そうワクワクするんだ、やりたいな、試してな、そうできることをやりたいなと思った時点でやらないと、それは多分ね僕嘘だと思うんですよ。で、そうこっからはちょっとまた話変わるかもしれないですけど、ずっと思っていたんですよ、大物 YouTuber さんがすごい大金使ってですね、購入してるのを見てめっちゃ面白いなって僕は思ってました。でも買い方見たらクイックピックなんですよ、機械で選んだ、自動で選んだものなんですよ。そう、なんで分析しないんだろうって、なんで分析して買わないんだよ、だったら600万円700万円使って絶対当たるんだと思ってはいたんですが、なかなか実際それをやっていただかない現状はありますよね。で、いつか誰かがやるんだろうなって僕は思ってました。そう、でも待てども待てども誰もやらないわけじゃないですか。そう、でもその時に僕は思ったんですよ、あ、僕はまだ言って視聴者マインドなんだと、僕はもうプレイヤーとして考えてないんだと。そう、だから僕ってもう YouTuber じゃないですか、 YouTube で宝くじと高価当選全部させるんだって言ってるじゃないですか。そう、だからもう今日で思うのはやめました。僕がやります、分析して大きなお金使ってやります。だから今回ですね、この奥チャンネル最大の挑戦、ビンゴ5、625口、12万5千円挑戦します。はい、で正直なところなんですけども、ぶっちゃけた話、賞賛はありません。一等絶対取れるかっていうのは分かりません、これ分かんないです。ただ間違いなく言えるのは、僕はもうむちゃくちゃ挑戦したいな、これやりたいな、できる範囲だからやろうよと思っているんですよ。で必ずしも当たるわけではありません。でもやっぱり挑戦しないものには結果、いわゆる高額当選は絶対に現れないんですよ。そうだから僕は、いや違う、このチャンネル、奥チャンネルは挑戦するチャンネルなんですよ。だから625口買えば X、 そしてクロス、これを必ずですね出現させることはできます。そう、それをあとはどう同時に出現させることができるんだというふうに考えれば、一等狙うことができます。そう、そして僕はクイックピックでいかないので、理論でいきますから、これ見てください皆さん、これ見て、これを全部書いたから、マジよ、これ見えないかも分かんないですけど、マジ全部書いた、これね枚数で言うと半分ぐらいなんですよ。だから625のだから300枚以上ですよ。これ5時間かかってるから書くの、これ5時間かかってる。そう、そういうことなんですよ。そう、こんだけもう僕も頑張ってはいる。そう、だから当てたい気持ちめちゃくちゃ強い。そう、明日もしかすると YouTube 史上最高の一等当選の動画出るかもしれません、もしくは明日 YouTube 史上に残る底辺 YouTuber が12万5千負けた動画残るかもしれません。僕はでもそれでも構わないと思います。だってやりたいと思ったらやらないと嘘ですから。はい、だからぜひ明日の動画見ていただけたら幸いでございます。ではご視聴いただきましてありがとうございました。
はい、126。